いやちょよーライドです。ということで今日もやっていくんですけど、今日はね、ペッカバルーンやっていきたいと思います。ということで行きましょう。マルチ。はい。で、ペッカバルーンなんですけどね、これペッカなんですけど、クロスにね、若干相性がいい。っていうのも、クロスって、アイゴレとかね、ペッカとかそういう陸系、ちゃんとした陸系がね、ちょっと鬱陶しかったりするんですけど、それがね、2枚あるのと、あとね、クロスはマスケがきついんですよね。そう。クロスって、なんだろう。裏のカードをちゃんと処理する。まあ、例えばですけど、バルキリーとか、ああいう感じで、後ろにね、アイゴレの後ろとか、ペッカの後ろについてる、マスケとかをね、処理するカードがないんですよ、クロスって。だから、アイゴレマスケの形とかがね、単純にだるいっていうのがね、よくクロス使いが言ってるんですけど、はい。はい。で、こういう感じで、ホグですね。はい。なんで、バルーンをね、パーンと飛ばしちゃいたいと思います。で、あとは、バルーンを飛ばして、この位置は寄らないので、で、ここでディガーとかを飛ばしてしまうとね、あれなんですよ。次のホグの守るエリクサーがなくなってしまうので、まあ、ここは一回我慢ですね。2倍に入るまでは我慢。まあ、一発入っただけでね、もう、美味しいって感じで。で、ここはスキルを出してあげて、ウルトとか来た時用にコウモリを構えてあげます。アイゴレがないので、アイゴレが、ぐらいしかそのコウモリ受けがないのでね。アイゴレが来てないサイドにディガーを飛ばしてあげたいというのがね。でもこれスケが来るんで、いっちゃいます。よいしょ。これで稼いでおきますと。はい。まあ、いらないカードなんでね。で、これもしつけてきたらペッカだけで守れるので、はい、おいしいと。よいしょ。よいしょ。2発から行ってもうたが、そう。で、今このペッカをね、低めに出したのも理由があって、こうやってマスケは自陣に入るんですよ。だから後ろにマスケとかエレキとかがいる場合は、ペッカをね、深め、今みたいに深めに出してあげるのがいいですね。で、これスケで回して、ディガを飛ばすという感じですね。はい。よいしょ。これは来てマスケぐらいなので、まあ、多分一発入るな、これは。うん。はい、オッケー。という感じで、あとはね、守るだけですね。守って、ガイモで。よいしょ。もうこの左手でペッカを構えるっていうスタイルで、右手でスライドで持っていくという、まあ、こういう感じでやるとね、結構ホグがすぐ来てもペッカを出せるんでね、おすすめですね。とよいしょ。あ、これあれか、出た、あれだ、長くないから竹変わるんだ。これ出た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 、出ちゃってますね、今のは。さすがにダイゴレをこっちに多分使ってくると思うので、バルーン飛ばして、コウモリが鬱陶しいんですよね。これ、アイスピとアイゴレ切ったんで、あは、竹取られてた先に。よいしょ。はい。完封という感じで、まあ、GG ですね。とりあえず。まあ、とりあえずはという感じでね。いいですね。ペッカバルーンってか、たまにね、バルーン俺あんま使わないじゃないですか。リーグとかでも多分絶対そういう印象がないと思うんですけど、ちょっとね、練習してね、使ってみたいなっていう感じはありますね。やっぱ、ジャックとか、あそこら辺のシングル、ラインとかね、シングル強い人、うわ、やべえ、来てたー、終わったー、いや、最悪だー、これ。最悪だー、マジで。しかもなんか、コウモリの位置、マジ。ちょっとあんま言いたくないけど、うんこでしたね、コウモリの位置は。はい、って感じなんですけど、まあ、枯渇かー、めんどくせえなー。で、枯渇って、バルーンがね、そう、バルーン側の方がね、実はね、相性がいいって言われているんですよ。そう。なぜなら、ちゃんとした受けがないから、バルーンに対する。だからロケット打って、プラスギャングとか、プリンセスとかのね、ああいう受けをね、しなきゃいけないんですよね。そう。でロケットでバルーン死なないんで、ロケットプラス、アイスピプラス、ギャングのね、後衛のヤリゴブリン2発とかね、そういう感じでやんなきゃいけないんですよ、奴らは。大変ですよね。はい、っていう感じで、まあ、これはね、プリンセス爆破で潰せるんで、ロケット打ってもね、全然打たれてもいいんで、爆破で潰せるんで。って感じで、あれ全然潰せないな、これ。なるほど。はい。という感じで、やば、遅れた、やめろ、うぃー、いや、OK。で、これもウッドだけで処理されるのはね、ちょっともったいないので、裏に投げてあげて、まあ、ギャングと、うぃ、ウッド死ぬんかい。一体トルネあるんかい。トルネロケットかよ。それは話がね、ちょっと違うっすね。で、これは、ハシマイギャングか、ケツバルキリーか、ケツプリンか、みたいな感じだと思うので、はい、一回ステイですね。一旦ステイ様で行きたいと思います。
一旦ステーキジョーンズでいきたいと思います。はいはい、でアイゴレを出し、一旦ステーキジョーンズですね。これ流行らんかな、これ流行らんな多分、これは流行らん。はい、でギャングを切ったので、あとねバルキリーぐらいしかないということで、端前いっちゃいます。よいしょ。でこれをやると、オッケーオッケー。でバルキリーが足元に来るので、あーこれウッドとね合わせちゃう感じね。はいはいはい。いやーツラミンゴだなー、さすがに。あなたあなたって言うとね、いつもみかんさんがツラ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 って言ってくれるんですけどね、今みかんさんいないんでちょっと言ってくれる人がいないですね。よいしょ。いけいけ、一発な、もうダメだ、キング起動されてたらもう何もかもダメだこれ。終わった、終わりです。キング起動はダメじゃない、犯罪だと思うんだよな俺、正直言っちゃうと。あんま言いたくないけどね。俺さよくねえんだよなマジで。しかも死ぬじゃん全部。からの始まりプリン来るからねこれ、知ってっから俺。はい、ちょっと甘えたな主。ダメだ、エイムがいいわ。よいしょ、ひたすら。やばい、次ロケットで終わる。待て、頼む、気づかない、気づいてない、気づいてない。ちょ待って、ダメだわ、トルネは良くない、さすがに。なんでトルネ入れた、ってか、何の枠取るね、ウッドかな、ワンチャン。バルに負けすぎたかな。さては、ウッド入ってる。何の枠だ、これ。施設ターか。施設ターの枠を取るにしちゃった。なるほどね。やんちゃですね。やんちゃ。さすがにそれはやんちゃ。すぐやんちゃするかな。ファニー。とりあえず、まあ、ディガーですね。ディガーとか、まあ、ケツコウモリセパで、メガゴとかね、ケツ出しされることが多いので、その逆サイドにディガーを飛ばすというのが、まあね、初手のセオリーな。セオリーというか、まあ、セオリーとかいうかね、まあ、そんな感じですね。とりあえずザップで消されたので、ディガーを飛ばしていき、はい。で、ザップってことは、ワンチャンラバルとか、まあ、ラバルかペッカぐらい。はい。ラバルなので、ここはマス懸命のためにペッカを出します。で、ここは、もうこのペッカはステッスね。ステッス。で、ここメガゴ来た瞬間にバルーン行きます。てか来そうだな、普通に。よいしょ。オッケー。よいしょ、いい感じですね。これザップで消えちゃうかな、ワンチャン。まあ消えちゃったら消えちゃったでいいんで、次に墓石と三角で多分バルーンを守ってくるんですよ。はい、あ、おいしいおいしいおいしい。これはね、あと俺雪玉切ったっけ、切ったんだけど、これで雪玉回ってるんで、よいしょ。くー、渋、そのファイバーちょっとエッチだなさすがに。でもこれは爆入れ、入れ、あー入らない。これでもディガーをつけられる、ディガーとかもないからね相手。よいしょ。まず強いて言うならザップがあるぐらい。うわー、それはうまい。いやでも俺はねこれ知ってるんですよ、バルーンをね雪玉一発だけで抑える方法があるんです。見ててください皆さん、これで 1,2,3 この辺、はい、これ一発で抑えられます。はい、見てください。はい、相手焦ってね、ザップ打ってきたん で、ザップ打ったってことはね、つまりマスケがね5ザップで飛ばないということなので、アイゴレをつけ、はい、でザップ打ったんでね、やつはでこれを飛ばしてあげて、で追いやると、オッケーオッケー、これザップが回っちゃうんですよねって言おうとしたんですよ今。ザップが回っちゃうんですって言おうとしたんですけど、まあ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 、まあ、そんな感じですね。これディガー飛ばしてあげて、これザップまだ回ってない、さすがに俺は知ってる。く
かベリーだるい、それはやめてくれ、やめてー、拾わないで拾わないで拾わないで、お願いだからお願いだからお願いだから、ぬっ、耐えろ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 耐えて、もうなんでなんでロマルなの、なんで、ちょっと待って、20勝ぐらい俺だってしてるわ、こうボケー、よし行きます。熱くなっちまった、つい、まあね、やっぱ心温まるスポーツなんでね、クラルバって。いやマジっすか、ちょっとだるいな、1勝2敗はちょっとね、さすがにね、いただけません。もうトリトン使うぞってなっちゃうんでね、こういうことされると。おい、行っちゃいますもん、これ。あんな甘えたね、オーブンなんかね、秒殺っすね、マジで。出た、すぐロケット入れるやん、そうやって。何流行ってんの、ロケット、やべえって。うっ、うわー、なんであんの、頼む、オッケー、ヘイ、一旦ステーキジョーンですね。流行らんなこれは。とりあえずこれでオーブンかな、ザップがあったので、やつらはなんで、よいしょ、これでオーブンが出てくると思うん、出た、あでもこれギリオーブン受けだと思うんだよな、あそういう感じね、それだるい、いっちゃんだるいかもしれん、誰かの真似。なんでさ、それだる、一番だるいわそれ、いっちゃん、ちょ待って、やばい、やべえ、あーあー、これ先に雪玉打っとくべきだった、ちょっとワンチャン相手ザップ打ってこないんじゃないかなみたいな、オーラを出して相手ね、ザップ打ってきたんですね、うん、許せない。次これアーチャー、いや雪打っちゃったかな俺、一旦これ一旦ステイ一旦欠別化します。でこれで相手は今ホグ切ったんで逆サイも攻めれないですね、はい、なんでケツアーチャーしてからのかオーブンに置いてからですね、逆サイゴレ、ワンチャン逆サイゴレミニペがあるので、で今マスケつけてもね、これミニペにしばかれるだけなんでね、このミニペの、ね、発音は完全にみかんさんから、なんだろう、感染しました。ここにアーチャーが来ます、なので俺は先にアーチャーを、ね、出します。はい、オーケー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 、これで相手はザップしかない、オーケー、来た来た、バッカだけかーい、バッカも入んないじゃんこれ。でこれでサモ、あとザップ打てばホグ通りますみたいなオーラ出しておいて、サモね、サモ、やばい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 、これミニブグル来た、おいしい、オッケー、なんだそのザップは、許せんぞマジで、よいしょ、あーミスった、バルーンつけちゃうからね、オッケー、来た来た、勝った勝った勝った、これは勝った、これは勝った、これは勝った、うれ、もうこれで終わりっしょ、もううれ、オッケー、来た来た、あとミニペしかない、ミニペとなんだロケ、ロケ2周目ぐらい、オッケー、あざます、うまかったですね今の、どうでしたか、ありがとうございます。はい、ってことでね、今日はねこんな感じで終わるんですけど、まあね、ペッカバルーンおすすめなんで使ってください。でね、俺ね今ね悩みがあって、ペッカの動画ねめちゃくちゃね、あ悩みっていうかね、嬉しみとね悩みがねあるんですけど、そのペッカのバルーンが、ペッカのバルーンじゃない、ペッカの動画がめちゃくちゃね今結構再生されるんですよ、僕の動画がね、すごい嬉しいんですけど、逆にそのペッカの動画って今結構いろんなね、ペッカの動画結構結構ね、あのデッキがあるんですけど、なんで今日もねこうやってあのペッカバルーンとか紹介して、ペッカスキャラとかね、ペッカクロスがね、いろいろあるんですよ。だからいっぱいあるんですけど、逆にね、逆にそのペッカ以外のそのなんだろう、動画が上がらなくなってるんですね、最近俺のチャンネルで。そうで、俺もちょっとペッカがねいっぱいあの見てもらえるんでね、いやペッカ出しちゃおうかな今日もってなっちゃうんですけど、ちょっとね何を出そうかねすごい迷ってるんですね。はい、なんでなんかね、そうでちょっと人気なのがメガナイトですね。メガナイトがやっぱそのトロ4000から6000の間で確かね、その使用率トップ5に入ってるんですよ。そうメガナイトがね、
あのウルトラレアのメガナイトが入っているらしくて、そうだからメガナイトもねちょっと多いらしいんですよね、その見てもらえる数が。なんですけどね、割とやっぱ俺が使う、なんだろう、ロイホグとかね、三重士とかが結構ね、一部の人に需要があるんですけど、あまりね、っていう感じなのでね、まあ、ぜひなんか見て、これを見たはーいっていうのがあったらね、リプで、この動画のコメント欄にね、送ってもらえるとね、俺も毎回の動画のね、コメント欄全部見てて、そう、いいねとかね、つけてね、ニヤニヤしてるんで、ぜひね、うまいとか、そういうのはね、もう少しでも思ったらね、いっぱい書き込んでください。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。バイバイ。